私がやりたいこと何かこの国にある数々の不条理一つ一つ取り除いていきたい最初に目を覚ましてくれたのは東電ですそっから国会の中に行きました大きなことは一人では動かせていない小さなことしか動かせないでも一人の議員でもやれることはあるんですよでも今のままの国会の中に私一人いても これ大きな変革が起きない。ややこしい人間が一人ではなく、10人、20人、30人って増えていくことによって、私は変化が生まれていくと思うんです。だからこそ旗揚げしたんです。<laughs> 小沢一郎さんとこれまでずっとやってきましたが、今年の春から旗揚げをした。山本太郎を率いる令和新選組。 私を含めて10人の人間が立候補している。まずはこの選挙で、このややこしい10人、空気を読まない、はいずり回ってでも、やり遂げる何を、この国に生きる人々にプラスになることのみを、与野党の間にもいろんな話し合いがあって、じゃあここは一旦、与党側の言う通りにやってみようとかっていうこともしないですよ。もうそんな中田町の論理やってたら、 ブレーキかからないじゃないですか。全く空気を読まない、皆さんのために尽くす、そういう勢力を中田町の中に作りたい。この一年以内に衆議院選挙があり、三年以内に参議院選挙がある。しっかりと仕事をしていけば、その、その都度その都度の選挙で私は数を増やせると思ってます。旗揚げをした理由は何か。不条理を取り除いていきたい。一つずつ。 それをやるには権力を取る必要がある。政権を狙って旗揚げをしました。お力をお貸しください。じゃあ、その政権を取った時に何をするんですかって先ほどにも話がありました。消費税は廃止にしたいんです。消費税廃止にして困る方いらっしゃいますかこの中に。 消費税で首が締まり続く、消費税で首が締まり続けてるのは、これ、家計直撃する。収入が少ない。入ってきたもの、右から左、ほとんど消費に流れるって方々、一番負担率高いんですよね。こんな不公平な取り方あります今日を生きるために買うおにぎり。今日を生きるために買うパン。これに税金かかるんですよ。行きたいのであれば、 あなたが生き続けたいのであるならば、この税金を払えっていう罰金です。あまりにも冷たいなって話ですよ。一方で金持ちが道楽で買うダイヤモンド、これにも同じ税託、これにも同じ税率がかかる。紙をむつからダイヤモンドまで同じ税率。大前提おかしすぎるじゃないですかってことです。私は消費税をやめたい。 税増税が必要だ。だから皆さんで負担してください。そんな話にはならない。順番があるんですよ。増税が必要なら大原則がある。何か。ないところから取るなですよ。あるところから取れでしょ。税金の取り方の基本の木、その真逆を今やられてる。 消費税、払えないっていう中小企業、零細企業の方々、多くいらっしゃいますよ。税の滞納、税金が払えませんという、そのうち、消費税の滞納を6割占めるんですよ。多くの中小零細、払えずに苦しんでる、分割で払う、ちょっと待ってくださいっていう、それでもだめな場合は差し押さえですよ。赤字でも取られるんですよ。 国っていう存在が私、一番の役ザだと思ってます。国っていう存在が一番の暴力団だと思います。今皆さん、この国に来ている方々、受けているのは DV ですよ。これをなんとかしなきゃいけない。消費税やめたらどうなるか。中小企業、零細企業、息を吹き返しますよ。中小企業、零細企業で雇われている方々、どれぐらいいるんですか大企業。 中小零細従業員数で見ればこれ4800万人ぐらい。この4800万人のうちの約7割中小零細で働いてるんですよ。中小零細の首を絞めるということは、この国の労働者の多くの首を絞めることっていう話にならないですか中小企業の首を絞めるってことは、この国の未来、潰してるのと一緒だってことですよ。 この国を支えているのは地方であり、そして中小零細じゃないですかって、そこに対して今、しっかりと足元固められるように、もう10%に上げたら首く,くくらなきゃいけないっていうような状況の人たちを救うのが政治なんじゃないのかってことですよ。消費税廃止にした場合に、一番皆さんが売れるのが何か。 消費税で失われた財源をどうやって賄うんですかってことだと思うんです。答えはシンプルです。消費税が導入される前に戻るだけ。消費税なかった時代は消費税なしでやれてたんですよね。昔に戻るだけ。例えばこんな風にしたいと思います。所得税の最高税率。これを引き上げる。どうして引き上げるか。金持ちであればあるほど。 税負担が低くなっていってんですよ。所得税の負担率、そのピークは1億円。どうして1億円がピーク ?5 億円儲ける人も、10億円儲ける人も、100億儲ける人もいるんですよ。どうして1億円がピークになるこれ、金融資産。株などで利益を得て、金融資産から所得。それを得られる人たちに対して、 所得税として取るのではなくて分離してるってことなんです。どうして分離するのパーセンテージ低く抑えるためです。どうれて100億儲けてる人たちは、その分離した課税によって負担率どんどん下がっていくことになる。こんな不公平な取り方ないでしょう。分離しない。総合で取る。総合課税。所得税は総合課税にした上で、最高税率を引き上げて、 持ってる人たちが逃げられないようにするっていう仕組みを作りたいんですけど、そういうことやっていいですか <laughs> 最高税率引き上げるっつったら、年収200万円ぐらいない自分も引き上げられるんじゃないかって。私、そういうこと言ってんじゃないです。ないとこから取るなっつってんです。あるところからちゃんといただけって話ですから、そういうことはいたしません。最高税率の引き上げ。これが所得税。そしてもう一つ、法人税。 法人税今、中小零細大企業、税率決まってます。フラット。これで苦しんでるのは誰か中小企業、零細企業ですよ。このフラットの税制から大企業は、さらに80以上税が安くなるシステムを持ってる。ずるくないですか 皆さんの中に納税しますっていうときに、じゃああなたにも80のメニューがあって、さらに安くなりますよってことを話聞いたことありますそういう方いらっしゃいます該当者いないですよね。どうして大企業だけそれ許されんのって。この特別扱いやめます。やめた上で、法人税は所得税と同じ、累進制を強化したいんです。累進制度を導入したい。要は何か、儲かっていれば税負担は高くなり、儲かっていないときには負担は減る。 これが一番フェアな取り方じゃないですか今言った所得税、そして法人税、二つの税制改革を行えば、29兆円、29兆円の財源ができるんです。29兆円財源できんだったら、消費税やめて20兆円なんだから、9兆円のお釣りが来ますね。これやっていいですか消費税廃止、税制改革とともにやっていいですか ありがとうございます。当然消費税やめることになれば、この国の経済復活しますよ。初年度物価は5%以上落ちる。5%物価落ちたら、大きく動きますよ、経済。だって、2014年に消費税が3%上がっただけで3、3%上がっただけで、消費が落ち込んだんですよ。8兆円も。ってことは3%を上げただけで8兆円の個人消費が落ち込んだならば、逆に、 消費税をやめて5%物価が下がるっつったら、その逆のパターンになるってことです。本当に景気回復していくよってことですよ。それに加えて中小企業、零細企業、消費税の負担がなくなるだけじゃなく、その後景気に乗っかっていったら、これ本当に元気になるんじゃないですかって。どうしてそれやれないのどうしてそれやれないの 私が税制改革やるっつった所得税と法人税、これを自分たちのお得意様のために金持ちがより金持ちになるように減税し、大企業がより儲かるように減税し続けた。そこに消費税を穴埋めとして入れてたから、そんな真逆のことできるはずないんですよね。誰に忖度してんだよってことです。自分たちだけのお得意様だけいい思いさせるなって。一部の人間だけに忖度させるような世の中が続けば、国は壊れますよ。 いや国は壊れない形だけ残るけれどもその国に生きる人々はぶっ壊れちゃいますよ今そこにブレークかけなきゃいけない20年以上続くデフレそんな国世界に一つもないどの国も成長し緩やかなインフレ日本だけ20年以上デフレ緩やかなインフレが当たり前なのに日本だけ20年以上デフレ このまま行ったら本当に壊されます。日本人の賃金をこれ以上下げるためにはどうしたらいいかってことを考えてます。経済界も政治も。それで通ったのが去年、入管法の改正。外国人の労働者を大量にこの国に入れる。長期間働かす。そこで何が起こるか。ただでさえ今、外国人で働いてくれてる方々の労働環境、ボロボロですよ。法令違反だらけ。パスポート取り上げる。携帯取り上げる。 小さな部屋、タコ部屋にして、そこに押し込む。朝早くから深夜まで労働させられる。残業代は70円程度。技術の移転、技能実習生、とんでもない。安く使える。ただそれだけですよ。今でさえそんな状況なのに、これから外国から大量の人間が入ってきたらどうなるか。そのひどい働き方、よりスタンダードになっていく。 それは外国人の中だけではなく、日本人の労働環境にも影響を及ぼします。それだけじゃない。安い。安い賃金。そちらの方に合わされていかないですか今やってるあなたの仕事があなたである必要ありますかより安ければ外国の人でもいいって話にならないですかそんな形でこの日本全国で、労働者の置き換えみたいな話が進んでいったり、 ももととこの国に生きる人々と外国人労働者の間で分断が起こったり今政治が作り出そうとしているのはそんな混乱ですよ保守を名乗りながら保守を名乗りながら自分の国の労働環境をぶっ壊すような政治に対してどうして声を上げない自分が声を上げてしまえば安倍総理がやってることに違うといえば自分は公認を受けられず 政治家としてのキャリアが終わってしまう悪いとは思ってるけどだめだとは言えないそんな覚悟のない人間に政治なんてやってほしくないんですよどうですか地べた這いずり回ってでもやっちゃいけないってことを表現しなくてどうするんだってことですよ圧倒的に圧倒的に多数派の自民党一方で本当に多弱と言われる あまりにも数が少なすぎる野党。野党の存在なくても、与党側の数だけで、全ての委員会を開き、全ての採決まで行ける。全部決められるんですよ。だから打つ手はないんじゃない。最後の最後まで体張って止めろってことなんですよ。数が少なくったとしても、この国に生きる多くの方々に、今政治がこういうことになっているってことを体張って、 国会不正常化して、マスコミが流されざる得ないっていう状況を自分たちで作る。少数派であってもやれること。最大限やらなきゃいけないことがあると私は思ってます。往生際は悪い。そう言われても構わない。だって、そんな法律が通って運用されてしまえばこの国には混乱しか生まれない。人々を傷つけるためだけのそんな法律を。 全身で止めて、往生際が悪り、選挙で勝ってから帰ればいいだろうみたいなことに付き合う必要はないそのために私たち国会いるんでしょって。皆さんに評託されてるんですよ。私一人の話じゃない。あの時、私は国会一人で牛歩やることになった。やりたくないよ、そんなこと。みっともない。自分一人でやって何か変わる変わらない。採決が数分遅れるだけ。 でもやらなきゃだめじゃないですか、最後まで。本当はそのもっと手前で体張って、ピケ張って、なんとしても採決まで持っていかさないっていう野党全体の戦い方ができればよかった。でもそういう戦い方をやっても、それを人々が理解しないっていうふうに多分踏んだと思うんですよ、私。見え方の問題。 非常に重要だけど、私はその局面においては、体張る以外ないじゃないかって話なんです。でもそれも叶なわなかった。私一人でやっても、5秒でもう、5秒でもう、どかされますよ。一人だったら。でもこれが10人だったら、20人だったら、圧倒的多数派に対して、こんなとんでもないことをやってるってことを、全国つつ裏裏の皆さんに知っていただく。 徹底的に国会の中で抗うことによってテレビは映さざるをえなくなり全国つ,つうららの方々がとんでもない法律を通ろうとしてるんだなってことを認識した場合に次の選挙で審判下せるじゃないですかあまりにもありえない消費税のこともそう大企業のため金持ちのため入管法の改正 外国人労働者、この国に大量に呼び込み、そして労働環境は悪い方へ、賃金は低い方へ変わっていく、そんな可能性が大きいものをどうして通す、この国を守るのが保守と言われるものじゃないのでもあなたたち、あなたたち皆さんじゃないですよ、彼ら、これに賛成した者たち、そして体を張らずに。 それを受け入れてしまった人たち、保守、保守じゃなくて保身なんですよ。自分を守りたいだけじゃないかって。自分の一議席をただただ守りたい。自分の仕事を守りたいと思うような行動でしか仕事ができないんだったら、頼むから政治の道は諦めてくれと思うんですよ、私。そういう人がいていいところじゃないんだってことなんですよ。 覚悟のない人間が行くところじゃないと私は思ってます。